どうも、秋山ペイソンです。ということで今回はですね、 Amazon プライムデーで買ったキャンプ用品を使って公安キャンプ場に来ました。富士山見えてないね。明日になったら、まあ、見えると思うんで、ちょっとまあ今日はゆったり新しいギアで楽しみながらやっていきたいと思います。ちょっと紹介していきましょうか。まずこのね、前方に見えますテントがありますね。ツールームテントですよ。こちらね、値段が2万7000円ぐらいでしたね。すごいいいですよ、ファミリーテントでも。こんな感じで広い全室もあって、インナーテントもあって、気に入ったポイントとしてはね、ここね、この横、これがね、いいっすね。これね、トマント、僕ソロキャンプの時にもこれ使ってるんですけど、結構ね、ソロの時もすごいいいんで、またね、同じブランドでちょっと統一しました。グループもあってね。でこれ何がいいかって、こっちからも開けれるし、あれなんです、4サイド開けられる、4方向、こっち、こっち、上下、赤外線みたいな。だからこう赤外線だから、こう避けていかなきゃいけない。でぶつかったらもうこんな感じですよね。これが Amazon で買ったテーブル、いくらぐらい？3000円、安い。まあまあまあ、車だからちょっとかさばってもいいかなっていう感じでこれにしたよね、うん、で、次ね、これストーブ、これも灯油入ってます。これがね、1万8000円とかだったんですよ、もともとだけど、そのプライム感謝デーで9000円になってたっていう。もうこれは買いだなと思って、石油ストーブね。まあその石油ストーブを使うにあたって必要なのがこれですよ。これ何かっていうと、一酸化炭素チェッカー、まあ、万が一のねことがあるんで、これを買いました。で次にこちら椅子です。はい、これも最高じゃないですか。これ、いいっすね。ただね、これね、収納袋がめちゃくちゃでかくて、もう車でないと絶対持ってけないという商品ですね。これがまあ、Amazon だと7000円ぐらいでしたね、はい。ただ、ドン・キホーテで、これと同じものが売ってて、でこれ現品限りで4000円だったんですよ。4900円でしたっけ。4900円でした。すごいの、何がいいかって、このね、ここでね、油かけちゃうっていう、こんなんできないじゃん、普通に。ああ、これでも寝れちゃうもんな。起きてました。あとね、最後にね、僕紹介したいのが、でこれ何がいいかってね、このテントね、両開きなんですよ。こっちからも開くし、こっちからも開くっていう。でここにね、見てください、ポケットが5つあるっていう、この小物入れが、これもまた素敵で、中行きますと、はい、どうぞお邪魔して、中はこんな感じです。じゃじゃーん、これお気に入りのコールマンのインフレーターダブルマット、これがめちゃくちゃいい。何がいいかって、厚さがね、10センチあるんですよ。だから寝転んでも全然痛くない。で冷気も多分来ない。これは最高で、膨らまし方はこれを使って、こっからね、まあ普通に自然とね膨らんでいくんですけど、これを使ってこうやって空気を入れて、こっからこうやって空気を入れていくっていう、すごいね、あの、なんか新しいのか古いのかっていうやり方。で次これ枕、僕枕ないと眠れないんで、これもね空気で入れてここで寝れるっていう、ああ素晴らしい。はい、ということでですね、まあ、一通り僕が Amazon で買ったものを紹介してきましたけど、ちょっとここからは公安キャンプ場のキャンプの様子を、ダイジェストで皆さんに見てってもらいたいと思います。はい、それでは公安キャンプスタート。はい、ということで、ただいまですね、設営を終えて、その後買い物行って、また帰ってきました。で、今から揚げ物をしていきたいと思います。見てください、この配置完璧じゃないですか。この配置完璧じゃないですか。ここにストーブ置いて、で、まあ、換気を良くしてね、で、ここで揚げ物して、まあ、最後にね、この、 油でポイってやつ持ってるんで、ちゃんと油を処理して食べるっていう、さあ、食べていきましょう。で、ここから見てください、富士山見えるんですよ、綺麗。じゃあ、いただきます。
飲んでよかったよね。もう運転しないよね。来た、これは最高。寒いな。でもちょっと今から、ちょっとお通しもねあるんで、ここにお通しを食べて、油でこちら揚げて、これをね小分けにしていきたいと思ってきたんで、食べていきましょう。うわー、いいじゃない、いいじゃない。おー、富士山がいいね。一人揚げてくれてる、ありがとう。すぐ喋ってたらすぐ揚げてくれてる。うまそう。さあ、揚げ上がりました。食べていきましょう。いただきます。あ、うまっ。うん、あ、これはやばい、やばい、うめえ。見てください、うちの猫がお留守番してます。かわいい。見たん。ずっと見てんじゃん、怖っ。うちらの卵、うん、あ、うまっ。はい、ということで、まあ、ご飯も食べ終わってね、焚き火も終わって、ダラダラしてます。普段さ、ソロキャンプっていうか 2,3 人用のテント使ってるじゃない。でさ、タープがあってテントがあってっていう、まずちょっと俺さ、今回このテントを買うきっかけっていうのがさ、雨なのよ。前回の山梨のキャンプ場行ったじゃんけ、うん、その時にさ、土砂降りだったじゃん、うん、あの時に片付けめっちゃ大変だったの、本当。雨降って、でタープです、こう雨よけながらちっちゃいテント片付けてみたいな。それがすごいね、もうネックでさ、まあ一人だったらいいけどさ、みんないたらさ、もう早く片付けんとなっていう感じでさ、やらなきゃいけねえなって思ってこのテント買ったんよ。まあ今後を見据えてね、買いましたという。大人 4,5 人ぐらいは余裕で寝れるよね。5人は寝れるね。5人ぐらいは寝れるよな、うん、まあ2人がそのインフレーターマットで、まあ限界かもしれんけど、うん、インフレたまってて今回ちょっと寝るんですけど、まあ、だいぶね寝心地も全然違うしね、今回もダブルのインフレたまってて寝れるから、だいぶあったかいね。すごい広いよね。広いよな、しかも画期的よなあれな、うん、あの空気の膨らまし方がさ、なんか令和なのか昭和なのかみたいなやり方じゃない。、うん、あれ、そういえばさ、明日10月22結婚記念日だけど、うん、1周年、うん、なんか振り返ってある、なんか振り返って、うん、早かったな、早かったよな、すごいな、うん、パッと出てこないってのもあるけど、なんつうの、出てこないのもまたいいのかなっていう、今まで通りっていうか、なんか結婚してこう肩身がこう急に狭くなるとかじゃないじゃない。本当にだって学びにはなんか好き勝手させてもらえてるし、いろんなもの買っちゃってるし、こういうのだって許可なく買ってるし。あとはまああれか、クビになって仕事を、うん、だけどまあすぐにまあ起業してっていうので、まああれがね、ほんと仕事決まんなかったっていうか、その起業っていう選択がなかったら、ほんと学びになんか迷惑かけてたなっていうのはあるよな。あれっていつだっけ。あれ6月、まだ結婚する前。ええ、違うよ。あ、違うか、結婚した後か。だって今年だもん。ああ、そっか。だって俺まだ起業してから3ヶ月4ヶ月ぐらいだ。ああ、そっか。でもだいぶ時間もあるしな。うん、これが続けば、まあ別に子供ができてもなんか安心じゃない。もうずっと家にいるし俺。マリさん的にはどう？ん？なんかあった？沖縄行った？俺はだからまあ沖縄。さっきから沖縄って言ってるんだけど。言ってんの？2回ぐらい。そう言ってる。
沖縄か。沖縄行った、うん、ハネムーンでな。こと、うん、とみかんが1歳になったこと。ああそうね、みかんも1歳になったからな。まあ沖縄もな、結婚してすぐだっけあれって。違うか、うん、2月3月とかだもんね行ったの。うん、2月だっけ。あそうか、はあ、もうあれからもう半年以上経ってる。うん、早いね、うん、まあなんか変わり前ない感じっていうかがまたむしろいいんじゃないかなっていうのがあるような結婚してた、うん、下手になんかこうお互いかしこまって結婚生活を送るっていう 1周年迎えるっていうよりはなんか全然まあ変わんねえじゃん、うん、今までとっていう感じの過ごし方で、まあこれからもよろしくよろしく、うん、ということでまあ夜のキャンプっていうかまあ今回はアマゾンで買った商品でまあキャンプしてますけども、明日もねまだ撮影してもらうんでよろしくお願いします。朝も明日はね、あの結婚1周年ということでカニ食べに行きます。すごい良さそうだったね。美味しそうだった。美味しそうだったよね。コース料理で楽しみにしといて。うん、楽しみ。じゃあ寝ようかファンディーナ、ファンディーナーか、ファンディーナークラブ。てかもう9時なんだね、うん、さっきまでさなんか隣の人がさもう6時じゃん、まだ6時じゃんとか言ってたじゃん、うん、なんかもうあっという間だったね、うん、でもあの時もう6時47分だったからもうほぼ7時だよって思ってたじゅんくんみたいな人いるなと思ってた。いやいやもう6時47分はまだ6時なんよ、うん、もう7時だよそれはいや違うよ、まだ6時なのあれは、うん、何なんだろうねあれね、あの心理、うん、だって俺6時55分でもまだ6時なんて思うし、もう7時だよそれははい、ということでキャンプ終了しました。以上ですね、私キャンプ歴3年が3年とか言ってたっけ、キャンプ歴3年なんですよ。3年でいろんなねキャンプ道具を買い替えて最終形態に至ったっていうお話です。これがめっちゃ寝心地よかったでしょ、あったかかったし、うん、でもなんかインフレーターマットさこうちょっと勾配あるからさ下がってくるよね下に、うん、2人ともだって結構3分の1ぐらい下にいて、うん、丸まってた状態だったよ、うん、エコフローの充電器とか他揃えたら結構15万ぐらいしたのかな全部で、まあ、でも15万あったらこのくらい快適なキャンプになれるよっていうお話でした。もうこっから新しいギアはねもういらないかな。椅子か、あ、そうだその椅子だ、ね、これめっちゃ良かったね、座り心地最高だったね。あのソロキャンプの時は7時に起きてましたけど、あの今日寝心地良すぎて7時半に起きました。30分じゃあね